FM サルースミュージックパワー、こんにちは。こんにちは。本日も始まりましたFM サルースミュージックパワー。はい、今週のパーソナリティは、はい、カナラテと、はい、そして、朝カリーマ、この2名でお送りいたします。この番組は FM サルース YouTube チャンネルにてライブ動画も配信中です。動画を見ながらリアルタイムで私たちとチャットをすることもできるので、ぜひご参加ください。はい、さらにここイーツコムのサテライトスタジオでは、なんと収録を生で見ることができるので、毎週土曜日のお昼はぜひタマプラーザに参加して遊びに来てくださいね。はい、そしてですね、後半には今日も素敵なゲストさんが、登場します。皆さん本日もですね、見て聞いて参加して最後までお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ちょっとなんか最初焦っちゃった、なんでか知らないけど、なんか久々ですよね。そうなんですよ。なんかゴールデンウィークとかもあったし、うん、ちょっと週も空いたので、うん、ゴールデンウィークどうでした？あ、ゴールデンウィークってね、はい、結構いろいろ作業をしてて、作業、あ、で音楽のライブもあったので、うんうん、はい、あんまりゴールデンウィーク感がなかったんですけど、結構なんかお金を使っちゃったみたいなこと言ってましたよね。でもね、そもそもあんまり忙しい、みんなが忙しい、あの出かけるタイミングに合わせないですね、元から。そっかそっかそっか、ちょっとずらして。なるほど、なるほど。みんなが働いてる時に休むみたいな。へ私はもうがっつりあのゴールデンウィークを実家で満喫してきたんですが。そうですよね。はい、ね、まあ、まあ今日はあのお子様もいらっしゃるしそうですね、家族時間でしたけどね。ありがとうございます。なんかメッセージが今日は来てるそうなので、そうですね、紹介お願いします。はい、すごい元気なあのサプライズメールが届いてますよ。サプライズメール。はい。ニックネーム、うん、全力王子。それニックネーム？なんか嫌な予感がしてきた。なんか本名みたいな。はい、男性の方ですね。はい。はい、朝カリーマ様へ。そうですね、あ、もう名指しできてます。もう知ってる、はいはい、ミュージックパワーのパーソナリティの皆様、はい、こんにちは。こんにちは。朝カリーマ最強のバックダンサー、 あなたの、はい、あなたの、はい、あなたの全力王子です。はい、少し遅れましたが、はいはい、我が主朝カリーマ様活動復帰、はい、プラスパーソナリティ復活おめでとうございます。え、ちょっとめっちゃ恥ずかしくなってきた。今さら、はい、すぐにでもお祝いに駆けつけたかったのですが、はい、全力制の国務重機改装、いやいやいや、のバイトが忙しく顔を出しできなかったことをお詫び申し上げます。はい、初回放送から毎回楽しく拝聴しております。はい、ありがとうございます。変わらぬセクシーの輝きを放ち続けるミユー様、うん、あ、ミユーさん今日休みですね、残念。はい、うんうん、鋭いトーク力が持ち味のカナラテ様、お我が主朝カリーマ様を、はい、よろしくお願いいたします。いやー、ごめんなさい、ちょっとした知り合いなんですけど、うん、なんかだんだん恥ずかしくなってきた。朝カリーマが、何かご迷惑をかけた時はすぐに私にお知らせください。ビシッと厳しく言い伝えます。ちょっと待って、ちょっと待って、これからも皆様のご活躍を期待しております。それでは失礼します。ボディーアートベーシック、ボディーフロー、ボディーアートフロー、はい、ディープワーク、はいはい、国際インストラクター全力王子より、はいはいはい、PS、うん、全力王子が必要な時は、うん、いつでも召喚してくださいということですね。なるほど。何だるい、うん、だるい、うざい、いや嬉しい ね、でもね、すごい嬉しいんですけど、はい、もうこれを読んだだけですでに時間が過ぎて、はい、やばいですね。あのまあ、召喚することはまずないと思うんですけれども、ちょっとこう知らない方のために、一応あの私がその音楽活動をしている時にこうバックダンサーとして活躍してくれていた、まあ、全力王子っていうね、王子様ですね。はい、ちょっと本当に愛すべきキャラクターではあるんですけれども、ちょ今のメッセージだけで伝わらない部分は皆さんぜひどうぞですね、朝カリーマの YouTube チャンネルから見ていただければと思います。はい、そうですね、はいはい、まあ、ちょっとこれだけで時間押しちゃったんで、ちょっとですね、キャッチ&テーマのですね、はい、キャッチ&トークの、はい、テーマトークをですね、はい、今伝えておきますと、今日母の日についてですね、後ほどたっぷりとお話ししたいと思いますので、はい、皆さんご参加ください。はい、よろしくお願いします。はい、王子ありがとう。ありがとうございます。トークテーマね、うん、母の日なのでね、うんうん、はい、王子からの母の日ということでぴったりだと思います。はい、でそれではここで1曲お聴きください。カナラテでスマイルゲット。
カナラテでスマイルゲットでした。はい、この曲は、私の、サードシングルのカップリングのなぜのカップリングに入ってます。ぜひとも、全国 CD ショップにまだ売ってます。よろしくお願いしますはい、というわけでですね、最初のコーナーに早速行ってみたいと思います。これ知ってる？プッシュマイフェイバリットのコーナー。はい、このコーナーは毎回担当のパーソナリティが自分の好きな人、場所、お店、食べ物など何でも一つピックアップしてたっぷり愛を語るコーナーです。うん、今週の担当は、はい、私朝香リーマが担当させていただきます。イエイ、イエイ。いや、実はあの1月から始まったこの番組ですけど、はい、プッシュマイベあフェイバリットのコーナーが回ってきて、はい、そのうちの2回をですね、私はスイーツ系、チーズケーキやドーナツの、確かに食べ物が多かった、うん、そう、スイーツ食べ物が多かったっていうか、それしかなかったんですけど、うん、もうスイーツ愛ばかりを語っていたんですが、今日はあの一変してですね、あの英語学習についてお話ししたいと思います。あいやー、あいやー、それは英語じゃないですかっていうのも、あの実はですね、今月私初めて、はい、あのTOEICに挑戦するんですよ。お、TOEICってわかります？はい、No、 え、嘘え、結構あの有名だと思う。英検はわかりますか？あ、わかります。漢検みたいな、うん、まあ、そうですそうです。英語検定と、うん、まあ、TOEIC、TOEFL っていう風に、まあ、結構メジャーな、メジャーどころの英語のテストがあるんですけれども、はい、まあ、そのうちの TOEIC をですね、初めて受ける予定なので、はい、まあ、ちょっと改めてもう一度、まあ、この英語のこと、英語学習について、はい、こういう時間って、うん、そうですね、タマプライズヤジさん、TOEIC、さすが、さすが、どこまでいけるかな、うん、リーマさんって書いてありますけど、はい、ちょっとそれについても今日お話ししたいと思います、はい。TOEIC っていうのは、まあ、TOEIC プログラムですね、うん、これ特徴としては、その英検のように合格不合格っていうのはなくて、うん、ないんですよ。合格不合格っていう、その合否はなくて、それは心強い心強いか分からないんですけど、まあ、990点の満点の中から、うん、そのまあスコアで評定されるんですね、うん、例えばかなてさんが受けて、はい、それは合格不合格ではなくて、かなてさんは何点でしたよっていう、そのスコアが分かるんです。あ、なるほどね、はい、なのでその自分レベルが分かるという、自分レベル、その自分が今現在地どの程度の英語力なのかっていうのが分かるんですけど、うん、この990点っていうのもすごい、なんか普通だったら100点とかもっと分かりやすいんですけど、うんうん、この990点というこの中途半端な数字にもちゃんと意味があって、あの1問が何点っていう、あの採点ではないらしいんですね、うん、なんかその毎年毎年やっぱり問題も変わるじゃないですか。そうすると、あの難易度も変わりますよね。それを単純にこう、うん、一問一点っていうふうにはできないそうなんです。なるほど、はい、なので、まあ、この、スコアの算出をですね、はい、複雑な統計を使って点を出しているので、はい、それをこう点を出すと、この990っていうのが満点になるらしいんですね、はい、でもその算出方法は公開されていないので誰にもわからないそうです、うん、はい、なるほど、そうなんです。で、まあ、なのでその全問正解してないのに満点だったっていうこともあるらしいんですね、不思議な、うん、これはちょっと私も初めて知ったんですけれども、まあ、でもそういった、うん、あの統計をもとにして算出しているスコアなので、はい、まあ、グローバルなスタンダードのその自分のスコアが分かるということになります。これがまず基礎的な、はいはい、特徴なんですけれども、はい、まあ、聞く、読む、話す、書くですね、はい、この4つの技能を、はい、まあ、測定するんですけれども、まあ、あれなんですよ、4択問題、マーキングなんですね。あ、なるほど、マークシート。なので、じゃあ当てずっぽうでもいけちゃうみたいな。そうなんです、そこです。あのもしですね、いきなり何も勉強せずにその場に行って、うん、全く分かんなくてもその4択をなんとか埋めれば、うん、だいたい250点くらいは取れちゃうらしいんですね。そうなの、はい、なので300点以下のスコアが出ちゃった人っていうのは、うん、甘い検定だなって、そうです、平太郎さんなので甘い検定だな、そうそうそう、なので、あの、なので甘い検定と思われがちですが、思われ、そこだけ聞くとなんかね甘いようですけど、300点以下だと結局履歴書にすら書けないんですよ。ああ、そうなんだ。もう当てずっぽうの可能性が高い。最高点数は何点ですから？990点それが990なんだ。あのヤッチさんの300点を見ちゃって、あ、なるほど、そう、それでヤッチさん300点以下ってことか。300点以下だったか。300点以下っていうのが今まさに私が言った、うん、そのちょっと履歴書には書けない、うん、当てずっぽうでも250くらいは取れてしまうっていうその範囲なんですよね、はい、で、あの、まあ、400点でようやく中学生の、はい、あ、中学生英語、うん、日本でいうその中学校を卒業した英語レベル、うん、でもここまでもやっぱり履歴書には書けないですよね。で、600点以降からですね、ようやくちょっと履歴書に書くと、まあ、こう企業が求める、うん、
スコアに達するという最低レベルらしいです。うん、で、まあ、ちょっと700点レベルを超えるともうどこの企業に行ってもある程度はまあまあ使えますよっていうことらしいんですけど、まあ、あの私たちだってやっぱり国語で100点ってなかなか取れないじゃないですか。難しいですね。漢字も難しい。なんか読めるけど書けないみたいな。そうだから結局、ね、ネイティブの英語圏の方がやっても990必ずしも取れるわけではないらしいんですけれども、ね、まあ、すごくこうビジネスをする方にはこれがこうスコアとしては、うん、あの表をまあ分かりやすい数字なんですよね、うん、はい、であの私が受けるのは TOEIC ブリッジテストっていう日常会話の部門の方なんですけど、はい、で私はあの全くその参考書を使った勉強とかっていうのはしてないんですけれども、はい、ま、あの4歳のですね娘があの赤ちゃんの頃からあの英会話やってたので、うん、まあ、それと一緒に勉強しているうちに私も、まあ、ある程度 その英語力っていうのはついてきたかなと自分では思っているので、まあ、ちょっと現在地確認のためにも、うん、特に勉強せずにポンってちょっと受けてみて、はい、今自分はどのくらいかなっていうのを見てみたいと思います。ちなみにですね、あの私は英検の高校生の時に英検準2級頑張って取ったんですけど、それってネイティブ要は英語圏の何歳くらいの子が喋るレベルだと思いますか？もう2歳とか3歳とか。そうなんです。なんとその高校、うん、今日本の高校生たちが頑張って勉強しているレベルっていうのは、うん、アメリカとかそういう英語圏に行くと、うん、まあ2歳とか3歳とかの子が話してる英語レベルなんですよね、うん、だからさすがにやっぱり書けないですよね、履歴書には。そうだから私は今その持ってる資格としてはそのくらいのレベルしかないんですけど、まあ、ちょっとこの TOEIC を可愛げりにですね、ちょっと自分も英語力アップしていきたいなというところなので、まずはですね平均は580なんですって。なのでちょっと580、 TOEIC 580を目指していきたいなと思ってます。一応ここで結果発表もしようかなと思ってるので、それはね、はい、ぜひとも楽しみにして いただきたいと思います、はいはい、なのでちょっとですね今日お時間をしてますのでこの辺りでまだまだ話したい足りないんですけど英語の、はい、例えば皆さんで自分はこういう英語やってるよとかっていうのがあれば、はい、もしよかったらチャットで教えてください、うん、はい、はい、というわけでですね本日は朝香里今の英語学習への、はい、愛をですね語らせていただきました、うん、はい、以上Push My Favorite のコーナーでした。はい、それではここで一曲お聴きください。母の日も近いということで、朝香里今でプレゼント。朝香里今でプレゼントをお届けしました。この曲は iTunes など各種ダウンロードサイトからゲットしてください、うん、はい、それでは次のコーナーに参りましょう。離れていてもタマプラザに心は集合、キャッチ&パワーのコーナー。はい、このコーナーは、はい、
キャッチやチャットやメッセージを通して、うん、視聴者の皆さんが発信してくれたものをキャッチしてパワーに変えて皆さんにお届けするコーナーです。はじめましての方も常連さんもどんどんご参加ください、うん、そうですね、もう今日はあの、はい、トークテーマがありますの で、 どんどん、はい、母の日をテーマに話していきたいんですが、はい、あとメールが届いております、はい、うん、メッセージから、はい、ニックネーム、はい、音楽塔と書いてミュージックタワーさん、あ、いつもありがとうございま す、 います、はい、ミュージックパワーのパーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。5月は連休から始まるので、うん、連休が過ぎていくのと一緒に、うん、5月も4分の1が終わっちゃうんですよね、うん、そうですよね、はい、暑い夏の前の過ごしやすい時期を贅沢に味わいたいものです、うんうん、さて今日のトークテーマは母の日、うん、私の母親は黙々と自分の仕事をこなすタイプの全然裕福でない家の専業主婦でした、うん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 、だから母の日だからといって、うん、家事の手伝いとか何かプレゼントとか全く期待してなかったし、なので母の日というイベントを私が知ったのも小学校の高学年ぐらいになってました。そんなわけで不思議なくらい母の日だからという思いではないんですけど、まあ、取ってつけたようにプレゼントとかしても大抵しらじらしいと言われそうな、うん、そんな母だったと思います。だからミュージックタワーさんは母の日そんなにやってないって感じですね。あの興味がなかったというか、うん、そんな感じですね、うんうん、でも私もなんか保育園とかそういうところで、はい、こう先生が母の日とか言うから意識してただけで、はい、そういうのなんか逆に大きくなって意識しなくなったらしばらくの間は特に自分からはやってなかったかも、うん、ああなるほどね、うん、はいはい、はい、あじゃあ、またメッセージあるのでちょっとずんどこ行ってきます、はい、ニックネーム佐藤さん、はい、あ佐藤さんがあのチャットのコメントにも入ってらっしゃいますね、うん、ありがとうございます。はい、ミュージックパワーの皆さんこんにち は、 こんにちは。母の日に関して私はお恥ずかしながらすっかり無頓着で、うん、特に親元を離れての一人暮らしの時には全然気が回ってませんでした、うんうん、結婚してから妻が私の両親の分までやってくれていて、うん、それ以来は完全に妻に任せっきり頼りっきりというありさまです。一方で女性に多いのかなという感じはしますが、母親に素敵なプレゼントを贈るとか、うん、一緒の時間を楽しむなどいった話もよく耳に入ってくることで、うん、こういった話を聞くことで別世界ながらとても素敵だなと感じられます。なるほど。男性って、うん、お母さん好きなくせに、うん、母の日何もしないのなっていう感想なんですけど、うんうん、あのねミュージックタワーさんもサトシさんも、うん、あの何もしてこなかったという、そうですね、ことですね。なんか結構そのチャットの方では、うん、はい、うん、あでもチャットの方でもあまりそうですね、はい、してないという方が多いですね、うん、そう本当だ、うん、ちょっとみんな男の人ってでもどうなんだろう、うん、でもね何をあげていいのかわからないんだよね、うん、あのだからカーネーションとか一本とかね、はいはいはい、あの分かりやすいものをね、うん、あの提示してるイメージですよね。カーネーション、確かにね、母の日ってカーネーションのイメージ、なんでカーネーションなんだろう、ね、それ誰か知ってる人いる、ね、なんでカーネーションなのか知ってる人いるね、ちょっとこれを聞いてみたい、ね、チャットでもし分かる方いたら教えてください。したいななんて、うん、ちなみにかなら手さんは、はい、ん私もね、はい、実はね母子家庭なので、はいはい、子供の頃からなんで、うんうん、母の日だともう父の日はないですので、母の日に捧げるみたいな感じなんで、うんうん、よくお料理をねあのお家で作ったり、お母さんの好きなもの作ったりとか、でもそかそか、あとは肩叩きとかはもう完全に全力でやってましたね。でもそういうのが嬉しいかも、ね、なんかそういうプレゼントとしてあげるのももちろんいいけど、ね、その日だけ、うんうん、休んでていいよとか、はいはいはい、お母さん休んでていいよみたいなのとかはやってましたね、うんうんうん、意外とちゃんとやってましたよ。私あの今回ゴールデンウィーク実家に帰ったんですけど、うん、ちょっとまああの前乗りでマカロンをプレゼントしたんですね、はい、マカロン、そうマカロン大好きで、うちの母がでもなんか日頃自分ではやっぱり買わないお菓子だから、うん、なんかちょっとご褒美の時にだけ食べるっていう感じらしくて、嬉しいねきっと、うん、今ちょっと離れてね過ごされてるっていうのもあるし、ね、はい、余計に特別なことがね特別に感じられるかもしれない、うん、そうですね。実際あの私は自分の娘から昨日母の日のプレゼント前倒しでもらったんですけど、うん、多分その幼稚園で作ってきたからお母さんでもあるから、あ、そうそうそう、そう、そう、娘から母の日、ね、ちょっと娘として喋ってたからそうだ、そうですね、娘同士の、ね、うん、気分で考えてたから。でも多分まだねあんまり母の日って認識してないんですよ、うん、やっぱり幼稚園で作ってきたから渡してるっていう感じで、うん、なるほど、あんまり分かってないんですけど、うん、まあでも嬉しいですねやっぱりもらうと。確かに、うん、あ、なんかカーネーション花言葉とか、はい、感謝とかとか、そうなんだ、うん、あ、でもあとね照れくさいって、ね、うんうんうん、やっぱそうですよね、う、うん、
カタタタキキキって書いてあります。え、カーネーションの由来は知りませんが、欧米ではカーネーションはお葬式の花だ。へえ、なんという不吉な。そうなんだ。本当。でもあの、うん、そういうのってやっぱ地域によっても違いますから。そうですね、うん、びっくりした。カタタタキキキキ、ね、ちょっとこれあの早口言葉みたいじゃない、うん、カタタタキキキキ、そうそうなんですよ、これもつい読んじゃった。はい、はい、そう。でもなんか、うん、あのやっぱりお花もらうとベタに嬉しいですよね、うん、あ、うん、なんかちゃんののんちゃんがかなちゃんのリアルお母さん知ってるだけに、うん、そうなんですか。そう、よくライブに来られてるとね、なるほどなるほど、うちの母に出くわすんですよね。結構出くわしてる人多いかもしれないですけどね。じゃあ今年は明日ですよね、5月第2、そかそか、第2日曜日が母の日なので、うん、皆さんちょっとまあ今からでも遅くないですね、明日なので、ね、ぜひとも、ね、ぜひお母さんに感謝の気持ちを、はい、一つね連絡だけでもいいんですよ。そうですね、電話来るだけでもいつもありがとうとか、うんうん、あの仲良きしねとか元気でねとかそんな感じで何でもいいんですよね。はい、そうですね、コミュニケーションが一番嬉しいかもしれないです。うん、そんな感じでお母さんに日頃のですね感謝をぜひ伝えてみましょう。はい、はい、では、皆さんたくさんのパワーを送ってくださってありがとうございました。以上キャッチ&パワーのコーナーでした。はい、それではここで一曲お聴きください。必ずでなぜ。必ずでなぜでした。この曲は、先ほどのスマイルゲットの表の曲です。A 面の曲です。、はい、ぜひとも、全国、CD 店レコード屋さん CD ショップに、はい、あの探しに行ってください、うん、よろしくお願いします。はい、さてここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしたいと思います。はい、今週のゲストさんは演歌歌手そして歌謡歌手でもあります小百合さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小百合です。はい、では私の方からですねちょっと、はい、ご紹介をさせていただきます。はい、お願いします。はい、演歌そして歌謡曲歌手の小百合さん、幼少の頃から音楽に興味を持ち2002年に日本アマチュア歌謡、連盟の全国大会でヤング部門グランプリを受賞、2005年には眠れないで全国デビューし新人奨励賞を受賞しました。テレビ司会、ラジオのパーソナリティそしてイラストレーターとしてですね、カラオケの雑誌の漫画連載などをするというですね幅広く活躍をされている小百合さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、
はい、小栗さん今日はありがとうございます、はい、聞いていただきまして、ま早速なんですけれども、うん、この、新曲ですね、はい、今日は、持ってきていただいたということなんですが、はいはいはい、映像を見ている方は、小栗さんのですねこの新曲の、パンフレットも来ております。よかったら見せていただいて、こちらのカメラです。はい、今回ですねこの4月12日に発売された愛のかけらという新曲なんですけれども、はいはい、なんと初めて作詞をご自身で手掛けたということなんですか。そうなんです、もう本当に、はい、今まであの、うん、曲は作ったことはあったんですけれども、はいはい、作詞っていうのは本当に初めて でこの曲はあの実は5年前からあった曲なんですけれども、そうなんだ。で今回リリースにする際に、はい、あの作曲の若草慶先生から、うんうん、小栗ちゃんあの2番から歌詞を変えようよって言われまして、それでガラッと変えたんですね、はい、なので私の頭の中もなんか大変なことになっちゃって、はいはい、であのかなりね、うんうん、あの苦戦しました。もう大変なことになって、な夜な夜な2番からを、うん、作詞されたの。そう、あ、2番から作詞をね変えたんです。もともとねそう全部作ってたんですけど、うんうん、2番から変えた。なぜ変えたかというと、うん、あの最後までね意外とねあの切ない切ない悲しいっていう歌詞だったんですよ、うんうん、だけれども先生曰くやっぱりあの歌う方も歌う私も、うんうん、あのやっぱり希望の光が見えた方がいいよ、うんうん、だから少しねそういう希望の光が見える歌詞にしていこうということで、そういうねことで変えさせていただきました。なるほど、はい、ストーリー性が出てきますもんね。そうなんですよね、あのなんかこの歌詞のテーマっていうのはどういったものに変えたんですか。はい、まあ、あのずっとね、うん、あの思い思われていた、うんうん、あの男女がいまして、はい、で、まあ、別れるわけなんですよね、うんうん、で何年も何年もあの経つんですけれども、うん、お互いにやっぱりあの心の中にあったまま、うん、なかなか旅立てないでいる、うん、その中であの春過ぎですね、うん、花水木が咲く頃に、うん、あのその男性の方を見るんですよ、うん、で遠い目で誰かを待ってる彼を見るんですけれども、うん、その時にハッと、うん、あ私はもうこれからあの明日に向かって、うん、彼のことはもう胸に温かいままあの抱いたまま明日に向かって歩いていこうという、うん、そういう、うん、すごい情景が思い浮かぶ、ね、うん、これは恋愛ソングということそうですね、はい、恋愛ソングです。でもなんかあのやっぱりその恋愛といってもこう離れ離れ、うん、離れてしまう方への思いっていうのが描かれてるような気がするんですけれども、そうですね、なんか違ったテーマみたいのもなんかこう含まれているかなって思うんですが、うん、あのね違ったテーマといえば、はい、あのこのカップリング曲でね、はい、長崎ラプソディという曲があるんですけれども、はいはいはい、この曲はあのやっぱり恋愛をテーマにしてるんですけれども、実はあのこれ去年のね、うん、あの夏ぐらいに作った歌詞を作った曲なんですけど、この時にね私の父がねあの他界したんですね。その時にちょうど作ってた曲なんですよ。であのやっぱりあの私の父への思いというのがすごく強くって、遠く離れてもいつか会えるわっていうそういう気持ちをこの歌に託して、はい、書いてみた。なるほど、作詞になってます。2曲とも思いが深い、ね、そうですね、はいはい、それではですね早速、はい、あのここでですねゲスト小栗さんの曲をお届けしたいと思うので、はい、小栗さん曲紹介をお願いします。はい、4月12日に発売されました愛のかけら、今ねちょうど BGM でかけていただいてました、はい、愛のかけらのカップリング曲になります。長崎ラプソディ聴いてください。
小百合さんで長崎ラプソディをお送りしました、この曲はですね4月12日に発売された愛のかけらのカップリングに収録されています。そしてキャンペーンがあるそうなんですが、はい、はい、この長崎ラプソディという曲のキャンペーンで、はい、6月の8日から11日まで長崎の方にお伺いします、うん、直接本場だ、はい、ライブもしますのでね、楽しみですね、はい、金曜日土曜日とライブもやりますので、うんうんうん、はい、詳しくはうん、Facebook とか、はい、アメブロでチェックしていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、そしてあの、はい、小入さんのファンから、うん、ファンの方からメッセージ、うん、はい、飛び入りで来ました、はい、はい、ニックネームしもぷりさん、しもぷりさん、ありがとうございます、はい、さん、小入さん長崎から応援してます、ありがとうございます、長崎から応援してます、ありがとうございます、嬉しいですね、長崎ラプソディ、なんかいっぱいなんかチャットもいただいてて、はい、そうですね、すごい、その若草先生ですね、はい、やっぱり愛の型、恋愛ソングがすごく多いということで、すごくこのやっぱムーディーな曲ですもんね、みえこさん、こりちゃん、やっと会えたよって、ありがとうございます、そうですね、長崎ライブ行きます、あ、行きます、マックスさん、ありがとうございます、はい、待ってる方が楽しみですね、6月、たまぷら、タマプライブやつさんね、ムーディーですね、ありがとうございます、ムーディーですね、でもすごい情景が浮かぶからすごいな、歌詞だけ見ても浮かぶのに歌も入るとね、でもさっき歌詞のお話をしてた時にやっぱりこう歌謡曲や演歌をお聞きになる方はやっぱその歌詞に入り込みたい方が多い、そのノリとかじゃなくて歌詞見ながら聞くっていう、そうですね、だからこちらいただいたね、チラシ、はい、フライヤーにも歌詞が入ってるんですね、はいはいはい、うん、こういう感じでねちょっとパッと見せますけど、こうやって聞きな、こうやって見ながら聞くっていうのがやっぱりすごく歌詞も覚えてもらえるし、そうですね、今回ですねこのチラシの裏にねこの書いてあるんですけど、この絵は私が描いたイラストなんですよ、はい、CD ジャケットになってるんですけど、ジャケットを開いていただくとこの絵が出てくるという、そうですね、このイラストレーターとしても活躍をされている小百合さん、はいはい、ね、すごいこのイラストを、はい、せっかくなんで、うん、ちょっとブログにですね、アップさせていただきたい、やっぱカラーで、うん、カラーで見ていただくと全然違うと思うので、そうそうそう、こういうね、あ、こういう見えるかな、見えるかな、見えるかなこういう絵なんですけど、あとね、はい、公式の、はい、インスタグラムなどでね、はい、ちょっとお見せしたいなと思います、はい、はい、はい、ではではですね、小百合さんをお迎えして次のコーナーに行きましょうその名もゲスト質問カードのコーナー、いやー、はい、これがあったんだ、そうなんですよここからはですね、小百合さんに音楽やプライベートの質問をしてとことんお答えいただきたいと思います。2種類のですね音楽プライベートというジャンルのカードをご用意しているので、交互に引いていただいて一問一答でお答えいただきたいと思います。そうだそうだ、これ油断してました、そうだ、これだったんだじゃあ音楽からいきましょう、はい、どうぞ、はい、それでもいいですよ、はい、はい、じゃあこれいきます、おこれ何かな、はい、あ、ライブやレコーディング等で欠かさずに行うこと、ルーティンなどを教えてください。あ、そうですね、これはですね、はい、まず私体を温めるというのが基本なので、まあ、そういう時ですね、うんうん、特にレコーディングの時なんかはそうなんですけど、はい、必ず、まあ、朝風呂好きなんですけれども、うんうん、絶対に朝風呂に入っていいな、体をこうリラックスさせてから臨むというのが、はい、それがもう絶対やることですね。すごい、なんかやっぱこれからライブね、長崎とかあるので、うんうんうん、そういう時にはきっとそのルーティンで臨むってことですね。そうですね、そう、なんかねお風呂好きなんですよね。だからね、出たり入ったり、もうずっと長くは入れないんだけど、うんうん、出たり入ったり出たり入ったりするのが好きで、あ、でも長く入るよりもそうやってなんかするのいいって言いません、いいって言いますね、出たり入ったりするっていうのね、水風呂みたいなそれはサウナの後ですね、エア水風呂みたいな、エア水風呂って何ですか初めて聞いたんですけど、なんかこう冷たくなってはこう入るみたいな、うん、ちょっと小百合さんめっちゃ困ってますから困ってる、困ってる、次行きましょう、次行きましょう、必ずさんってこんな感じでしたっけ、そうなんですよ、必ずさんこういう感じですね、じゃあこれいきます、はい、はい、お、ありがとうございます。異性の好きな仕草を教えてください。あ、異性の好き、どうですか、どうですか、皆さん、もうこれはね、これは一晩ではないか、いやいやいや、それはもう小百合さんから言っていただきたい、いやいやいや、そうですね、まあ、好きな、ね、どっちかっていうと私ね、うん、硬派な方が好きなんですよ。そうなんだ、うん、落ち着いてて、はい、硬派な方が好きなので、どうですか、こちらのですね、パーソナリティが激推ししている FM サルース、はい、一押しのですね、はい、PA の船越さん、めっちゃ硬派です、イエーイ
なぐさい大人気なんですよね。かっこいい、はい、あのイケメンさんですよね。そう、素敵。あ、さっきあのお名刺交換させていただいたんですけど、はい、イケメンだなと思いましたけど、はい、うん、なんかそういったね、なんかのこう落ち着いた感じの、はい、私がどっちかというと、うんうん、意外と慌ててあたふたしちゃうタイプなんですよ。あ、どうしよう言ってましたよね。どうしようどうしようみたいな、なんかこう本当にそんな感じなの、サザエさんみたいな感じなので、うん、財布忘れるタイプ。はい、だからなんかねちょっと落ち着いた方がいいなと思いますね。じゃあその仕草とかっていうよりは、はい、私の雰囲気ですね。雰囲気で常に私を落ち着かせていこう、大丈夫だよって言ってくれるような包容力、包容力のある方、うん、大丈夫大丈夫って何があっても大丈夫って言ってくれる人が好きですね。じゃあもう PA の船越さんですね。そうですね、はい、安心感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 大事ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ音楽もいい、音楽まずありましょうか、はい、はいはい、どれからどれかな、どれかな、じゃあこれで、はい、はい、お、じゃん、音楽、音楽活動、うん、アーティスト活動でへこんでしまったことを教えてください、うん、あ、へこんでしまったことは、はい、もういっぱい、もう数知れずなんか毎日のようにありますけれども、え、本当ですか。ありますけれども、なんかの銀座で行われた、うん、結構ね、いや、どのぐらい入ったかな、2000人以上入った、うん、あのコンサートをやらせていただいて、その時にステージからこう4人でやったんですね、うんうん、あの演歌 の, せあのお仲間さんと先輩たちとやったんですけど、うんうんうん、あのみんなでこうステージから降りてって客席をこう回るっていうシーンがあったんですよ、うん、はい、でホールだったんですけど、はい、その時に私だけあの階段からズズズやっちまいましたね。それはなかなかですね。階段から滑り落ちまして、その時はもう本当にみんな見てて、後でこう、えりちゃん大丈夫だった、いや本当ですよね。でもその大丈夫だったんですか、その後もう、ま、何しろもうそういう時も何食わぬ顔して、うん、笑顔で、もう行きましたけども、わざとだよみたいな。すごい演出ですけど、でもそれを私の先輩にお話ししたら、うん、私なんてもっとひどいよって、あの、うん、階段降りた時に滑っちゃって転んで、その一番前のお客様の膝の上にスポンって、それはすごいですね、サプライズっていうか、そう、すごい。でもそのお客様だったの嬉しかったね。それは嬉しいですよ。サービス、だから、うん、まあそんなことでしょうかね。なんかそんなのね、日々ありますね、私。それが日々あったら大変だ。いやー本当にね、そうステージのところになんかね、うん、穴が開いてたステージがあって、はい、あったんですよ、うん、そこに落っこっちゃったりとか。え、ちょっと待ってください。え、でも怪我とかはないんですか。ありましたありました。もう病院に行って、そう、地方だったんですけど、病院に行って整形外科みたいなとこ行ったりとか、でも、まあ、その後もやっぱり笑顔でその穴から抜け出して何食わぬ顔して歌ってましたけど、はい、プロですね、はい、もうそれこそプロです ね、 そうですね。私だったら動揺隠せないですね。でも、うん、血だらけになりながら歌ってましたよ。骨とか折れてなくてよかったですね。そうですね、でも そこまでだったらさすがにやっぱりね、ちょっと見た目的には骨が折れてるよりも血だらけになってることの方がこう見た目的にはやばいですよね。でもね、ドレスなので足とか見えないんですよね。だから、なるほど、まあ、血だらけ傷、血だらけ擦り傷程度ですけれども。すごい、なんかそういうのいっぱいありますね。面白い。ちょっと、はい、もう一問いきましょうか、はい、ちょっとすごい、まだまだ出そうなので、はい、もうギリギリ、はい、プライベートいきましょう、はい、じゃあこれいきましょう。はい、ダダダダダーンダン、こう見えて実は何々フェチ、何々フェチ、そっちなんだ、あ、そっち何フェチだろうな、何フェチ、うんとね、あれですね、どれですかどれだろう。柔軟剤フェチですね。匂い、柔軟剤の香り、すごい好きですね。ってことは匂いが好きってこと、匂い好きですね、なんかほのかな匂い、ちなみになんかおすすめの柔軟剤とかってあります？やっぱりね、アロマ系の柔軟剤は好きですね、はいはいはい、やっぱりあの昔なかった、アロマ系は、最近になってアロマ系は確かにホッとする感じ、ホッとしますよね。そうで、やっぱ香水と違ってなんかほのかに匂ってくるので自然で、でもほら、エレベーターの中とかでもうーってなっちゃう、すごい強烈な香りとかは ね、 ちょっと難しいですけど、難しい、そういうほのかな匂い、言い方選んでくださって。だから人とお会いしてもなんかちょっと匂いはこう、気になったりしますね。へえ、そっかそっか。じゃあ皆さん長崎のねキャンペーンに行くときにはちょっと柔軟剤いろいろ欠かせないですね。会えるライブね、とかだとね、そう、匂いとかね、いろんな柔軟剤ちょっと試して、小百合さん好みの、はい、ありがとうございます、はいはい、まだまだ質問したいんですけれども、残念ながらタイムアップです、はい、はい、小百合さん、ご回答ありがとうございました。ありがとうございます、はい、以上ゲスト質問カードのコーナーです。
間も残りわずかとなりましたので、はい、ここで本日のゲスト小百合さんから告知をお願いします。はい、たくさんあるんですけれども、どうぞどうぞ。5月の27日海老名の市民会館でアカデミーカラオケ大会のゲストに出演させていただきます、はい、5月の30日成田で火曜ステーションのライブ行わせていただきます、うんうんうん、6月の8日から11日までは長崎に、遠征行きますので、ぜひ長崎の皆さんよろしくお願いいたします。あと6月21日、横浜歌の祭典戸塚さくらプラザホール、うん、ゲスト出演させていただきます。あと7月15日なんですけれども、はい、入間産業文化センターで、うん、私小百合の愛のかけら、発売記念、はい、カラオケ大会ということでさせていただきます。これまだまだご出場者、募集してますので、はい、私の曲でもいいですし、うん、若草圭先生の曲でもいいですし、全く関係ない曲でもいいですし、うん、どんな曲でも結構ですので、皆さんエントリーしていただけたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、小百合さんのですね、はい、情報は小百合さんのフェイスブック、アメブロの方から、はい、ひらがなでこうゆりで検索してチェックしてください。はい、小百合さん本日は本当にありがとうございました。この番組はリスナーの皆さんからのご質問、お悩み、番組への感想を受け付けております。 FM サルース公式サイトよりどしどしお送りください。本日の生放送は後日 FM サルース YouTube チャンネルで再放送が見れるので、そちらもお楽しみに、うん、そしてミュージックパワーの公式インスタグラム、ツイッターの方も皆さんぜひフォローしてください、はい、来週のパーソナリティはミユ、アキココスモ、谷村健、そして新 MC にですね、笑いマンを迎えてですね、お届けします。今週のパーソナリティはパンカナラデコそしてリーマの2名でお届けしました。はい、それでは皆さん素敵な週末を。